池田春道は、稲葉鳥取藩の、第六代藩主。鳥取藩池田家、宗家八代。島津成明、鍋島直政の外祖父。江戸藩邸で生まれる。安永七年、獣藩の性質、中津姫の預かりとなり中津姫が養育する。ママ母の中津姫、祖母、警戒員の影響を受けて育つ。天命元年、長兄で、世継ぎの地女が、 江戸藩邸で死去し、天明二年に藩主を継ぎとなる。天明三年父、重官が死去し、家督を相続する。翌、天明四年、十大将軍、徳川家春の面前で元服家春の返帰を受け、春道と名乗る。十四下に助される。完政二年、正室、生姫と婚姻する。完政四年、生姫は、初産でかずを産んだ後、 体調が回復せず、鳥取藩江戸藩邸で死去した。この長女、渡る姫は、薩摩藩主、島津成沖の正室となり、島津成明の聖母となった。完成5年、形室として進む姫を迎えた。生姫の死去した、完成4年、家督の相続をめぐって事件が起きた。春道の男児には、鳥取城で生まれた、長男、銀の信と江戸藩邸で生まれた次男の永野神があった。 江戸では江の心を押す声が強く、国元との間に対立が起きた。春道が国元に帰国した際、家臣の佐々木磯江門は、銀の進むを四つぎとするよう還元した。これに怒った春道は、磯江門の頭を畜戦で打った。磯江門は帰宅すると、その晩、二人の息子と切腹した。この事件を機に、春道は、銀の進むを四つぎと決定した。 磯江門に対する行動や、秋国と名乗った銀の進むに対して、英の進には、道の字を与えて、道きびと名乗らせていることから、銀の進むを四次と決定したのも、本意ではなく、春道自身も、英の進を後目にと期待し、四次決定後も、英の進を偏愛していたことが伺える。なお、銀の進むは、春道の死後、 元服前に家督を相続するも、創生して男子もなかったため、結果的に英の神は一代置いて家督を相続している。春道の時代は幕府の手伝い武神、天才などで犯罪性が急暴した。献身に恵まれ反省改革を断行したが、なかなか財政再建までは至らなかった。文部を奨励し、学問も盛んになった。 完成10年5月6日に死去した。去年31、法号は大金殿、県王将雄大古寺、墓地は鳥取藩主池家墓所、お大寺は竜峰山高善寺、他に男子が二人いる。ありがとうございます。